智則です。シネマスコープ TV どうでしたか？はい、すごい大反響なようで、ですね、まあシネマスコープを、作って、まあ、PV 作ったわけなんですけど、なんちゅうかな、すごいみんな僕たち全員で本当に参加して、構成とか考えて作ったって感じで、すごい自分たちの納得いく仕上がりになりました。イエイ。はい、ですね、まあシネマスコープ、あれヒロあれえ、はい、ね、シネマスコープえっちゃんが邪魔する。ですね、まあ最初からいきなり逃げたくてとか言って歌ってるんですけど、逃げたくなるようなことがこの間ちょっと前あって、東京の方から新幹線で大阪にちょっと贅沢に帰ってる時、新幹線の中で、座ってたら変な酒を飲んだ酔っ払いのおっちゃんが、2つ後ろぐらいに座ってたおっちゃんが、その2つ前の金髪の変な男若造とか言って、聞いてるか最近の若い者はって、こういうやつです最近の若い者はって言って、なんか俺になんか喧嘩ふっかけてきて、なんだこの頭はとか言って、酒飲みながらこうやって俺のとこ寄ってきて、みんなジロジロ俺を見て、どうやねんこれとか思いながらも、俺はちょっとまあおじさんって言って、ちょっと軽くなだめて、おじさん酔っ払ってるから今日は帰りって言って、そういうのを全部周りの人に聞かれてて、なんか俺がすごいその場にいるのがなんか恥ずかしかったです。逃げたかったです。そんな出来事がありました。そのおじさんは地獄へ行きました。はい、地獄へ行きました。トイレに連れてかれました。はい、まあみんなも逃げたくなるようなことがあるかもしれませんが、じゃあというかその話は別、全然関係ないねんけど、まあシネマスコープは、そういう何、逃げたくなるようなことがあっても、それでも頑張って続けていけるっていう、なんかそういう感じのことを、自分の気持ちにかけてみるっていう、すごい大事な部分、自分の気持ちの大事な部分のことを歌った歌です。何度も死ぬほど聴いて、伸びるほど聴いて、飽きるほど、飽きない程度に聴いて、聴いてください、見てください。じゃあ次は誰かのコメントを聞いてください。次誰かのコメントを邪魔します。待ってます。はい、あ、ヒロでございます。エツでございます。はい、シネマスコープの、プラスアルファのアルファの部分なんですけど、エツのアルファでございます。突っ込めよ。はい、すごい、いかがだったでしょうか。はい、なんやろ、 PV っていうか、今回普通にみんなの元にこう届ける PV っていうのは初めてなわけで、うさいさっきついたのに。はい、でなんかそれをなんか見てもらえるっていうのはなんか変な感じなんですけど、まあ売り物やから力を入れたというんじゃなくて、やっとなんか自分らも映像としてこう自分らの表現をしたいなっていうのがやっと一つ作れた気がします。はい、で、内容的にもなんかすごい、まあ智則がさっき言ってたように、すごい自分らのやりたいことをそのままできたかなっていう、で一つを得たことによってまたこう次はこういうことしたいなっていう、こうまた欲望っていうか欲が出てきて、はい、なんか勉強になりつつこう一つの何かをできたなっていう達成感にあふれています。はい、まあそんな感じです。はい今ちょっと僕何もやってません、はい、カツオ食いたいかカツオも嫌飛ばしてもっともうちょっと飛ばしてこあ、消えた。はい、まあそんな感じでシネマスコープ、はい、もう一回巻き戻してみてください。はい、そんな感じです。はい、ありがとうございました。俺たちビジュアル系やっと。はい、どうもお疲れ様です。ギターの安明です。今回のシネマスコープの中からタイトル曲のシネマスコープが PV になったわけなんですけれども、
楽しんでもらえたでしょうか。きっと楽しんでもらえたと思うんですが、そうですね、今回 PV の撮影って実は3回目で、3回目にして初めて自分たちの知恵を混ぜた作品っていうのが出来上がったわけで、とても自分らで頑張った分、できた時の喜びも大きかったし、映像にしてもとてもいいものが、満足いくものができたと思います。そうですね、演奏シーン以外で個人ショットとか使われていると思うんですけれども、その中で僕がお酒を飲んでるシーンがちらりほらりと入っておるわけなんですけれども、あれ実は創建美茶でございます。はい、お茶をあんなに渋く飲めるのは俺ぐらいかなと、ちょっとはい、お茶をあんなに渋く飲めるのは安明ぐらいかなと、映ってない俺を映って俺を映せ、うん、俺ぐらいかなと思ってるんですけれども、ええねんもうどうぞどうぞ、ありがとうございます、どうぞどうぞ、どうぞどうぞはいまあこの部分を見てる間に巻き戻してシネマスコープの部分をどんどん見てほしいなと思っております。はい、テープが擦り切れるほど楽しんでください。安明でした。こんにちは、ドラムのジュンです。シネマスコープどうでした？かっこよかったでしょ？なんてねー、どうでした？結構なんか好きなことがいっぱいできたなーって思っています。はいキモいななんか結構オフショットを入れたいっていう願望が昔から前からあって、オフショットみたいなのが入ってたり、演奏以外の部分も結構見せたいなって思ってて、そういう部分がいっぱい入れたかなと思っています。なんかすごい撮り終わった時点でも満足、出来上がったものを見る前で撮り終わった段階でも満足できるものになったなと思います。これを見てでどんどん見てでどんどん好きになってもらえたら嬉しいなとか思ってます。みんなの一番になりたいです。よろしくお願いします。ありがとう。ジュンでした。長作でした。あ、どうも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 、あ、見えないよ僕はい、エツでございます。今回は、ロンドのプライベートビデオあ、じゃなかった、プロモーションビデオシネマスコープを、ご覧いただきありがとうございます。毎日にあるビデオみたいな、どうでしたか？かなりいい出来になっていると思います。長谷部さん、ありがとう。どうもよくやってきましたいいのができたよ、ありがとう。大変、僕らも満足のいく出来です。どうですか？スモーク。はい、いい出来です。鏡じゃないんで。そうですね。はい、大変いい出来なんで、すぐに巻き戻してもう一回見てください。お願いします。はい。いっぱいいっぱいです。お願いします。もう終わってください。まだまだもういっぱいいっぱいです。まだまだします。テープがまだある。それはアルファのプラスアルファやから。エツのアルファやから。何を喋りましょうかね。ここで一曲。ここで一曲。イエーイ。どう。ぴょいーん。何の音もほんまいっぱいいっぱいです。もう終わってください。じゃあ最後に田原俊彦のモノマネ。痛い。オッケー、はい、カット。